翔太チャンネル。あそこぐらいよ。早くてもいいか。あ、オッケーオッケー。もう一回一、もう一回一。おい。翔太チャンネル。皆さんこんにちは。ブエネスサイサイリになった翔太です。今日なんですけどね、今日、まあ、今現在4月22日かな、あの土曜日なんですけど、まあ、明日実は千葉県のね、社会人リーグの、まあ、試合がとうとう始まるということで、明日がリーグ開幕戦です。まずね、もうこうやってね、あのコロナが、まあ、まだある中でサッカーができるということにもう非常に感謝しております。ありがとうございます。そして明日の試合なんですけど、僕たち CDFC っていう、まあ僕が所属しているのは今 CDFC というチームで、略とすると、まあ千葉デフフットボールクラブということで、聴覚障害を持つ、方々が中心になったチームで、まあ、今現在は聴覚障害を持った方と、まあ、聴者、いわゆる聴者、その聞こえる選手が混ざったチームとなっております。まあ、それで、今は浦安リーグと市のリーグに参加している形です。はい。で、まあ、明日なんですけど、まあ、今のところ、一応スタメンとして起用されるというお話をいただいております。イエーイ。一応ね、今季から、副キャプテン、そしてコーチとしても、チームに、まあ、帯同するという形を取らせていただいていて、まあ、コーチという部分では、スライドだったり作って、戦術を、まあ、みんなと共有することだったり、あと、まあ、副キャプテンとして、聞こえる選手と、まあ、聞こえない選手だったりの間の仲介だったりを頑張ったりしていきました。実は今年から、初めて、サイドハーフ以外のポジションをね、始めたんですよ。本当に初めてです。まあ一応フォワードをね、ちょろっと、まあ、中高やっていたっていう時期はあるんですけど、本当にだから前の前線でしかほぼプレイしたことがないっていうのがね、なんだろう、僕の特徴というか、サイドハーフだったり、フォワードだったり、もう前のポジションしかやったことがないっていうのが、まあ僕の、経験上そうなんですよ。だけど今年から、主にボランチ、サイドバック、そしてセンターバックも最近練習試合でちょっとやったんですけど、まあ、結構いろんなポジションやらせていただいているという形です。実は僕自身、今肉離れを半分しているような状態で、ちょっといつプツって切れるかわかんない状態で、結構ね、先週くらいは本当に痛くて、プレーを1週間くらいやめていたっていう時期もあって、そしてまあ今週はもうね、さすがに試合なので出ないといけないっていうことでちょっとね無理しているんですけど、ちょっとね、今週はね試合があるので頑張りたいと思います。で、まあ、今回そのまあ意識するという点なんですけど、まあ、今回の動画本当にまあ結構真面目な内容になってしまうんですけど、もともとやっぱそのサイドハーフだったっていうことで、まあ、そもそもどういう動きをすればいいのかとか役割があんまりね分かってなかったんですよね。ボランチもだしサイドバックだったりもなんですけど、だけどまあ今回に関してまあ、ボランチっていうのはやっぱね、舵取りをするポジション。まあ、全体のね、やっぱゲームメイクをするっていうポジションだと思うんです。まあ、今回に関しては、サイドハーフはやっぱりそう、持つ時間が長いんですよね、ボールを。で、それに対してボランチは、まあ、叩くという感覚。なので、まあ、わざわざ前を向かずとも、そのまま叩いたりすることが多いので、まあ、今回の試合に関しては、まあ、できるだけ、まあ、センターバックからのボール、サイドバックからのボールの際に顔を出すこと。そして、少ないタッチの中でボールを叩くこと。ここはすごく意識したいと思います。そしてもう一つに関しては、1対1。そしてボールを拾うことですね。
今回ロングボール来た際なんですけど、やっぱりボールを見ながら選手を見るってすごくやっぱ音がない分やっぱすごく難しいんですよね。やっぱそういったところで、まあ、僕だったらやっぱ聞こえる選手がそれまあ耳になってあげるというか、そこでまあ補えるようなチームになりたいなっていうお話をすごいしてたので、まあ、そのサイドハーフ以外のポジションをやるっていうことで、まあ、今の現状チームそのサイドハーフの選手が多いっていうのもあるっちゃあるんですけど、やっぱりそのまあどのポジションに置かれたとしてもチームに貢献できるハードワークできる選手がやっぱ一番大事なのかなと思っていますので、まあ今回はね、僕は珍しくサイドハーフではないんですけど、明日に向けてねちょっと頑張っていきたいと思います。まあ、ちょっと肉離れもちょっと怖いんですけど、自分のできる、まあ、最大限を出して自分の役割を全うしたいと思います。絶対に勝ちます。ゴールできれば一番いい。翔太チャンネル。食べかけです。ちょっとね目玉焼きうまし。翔太チャンネル。はい、皆さんこんにちは。ではこれから、アイスをガリガリ君を食べながら、僕がこれからね実況していきたいと思います。もう悪いことやこれはクロセット君、僕の上智大学のね同じ学生で、一緒に社会人チームで、ね、サッカーしてます。クロケット君は非常に笑いのセンスがあります。今試合が始まりました。今ボールを持ったのが僕です。今日はね、左のボランチ出場ですね。こういうね、なんだろう、跳ね返しのボールとかね、めっちゃあったんですよね。あんまヘディング苦手だからね、できないんですけど、これはめっちゃ高くかかったボールを、まあ、2人で競り合うって感じなんですけど、奇跡的に勝つというね、まあ、偶然が起きましたね。ここもね、まあなんだろう、ぶつかってから、僕、細いんですけど、まあ、勝っちゃいましたね。いや、ナイスガッツ。いいね、こういうプレーいいですね。チームが駆け出しますね。これはね、ちょっとね、フィジカルが足りなかったかな。あと、置きどころも悪いですよね、やっぱね。ここは球際かな。いや、強い。だけど、ミドルシュート、かすい。何やねん。ここもね、跳ね返しですよね。こういうね、ヘディングの仕方は、最近になって勢いになったね。こぼれからのミドル。これはね、入ってもおかしくなかった。まあ、言うて届いてないんですけど。これも競り合い、奇跡的に勝った。お、こぼれ球拾いますね。やっぱボランチはね、こぼれ球拾うの大事ですよね。これも跳ね返し、跳ね返し得意になった。本当にこのまだね、今年ボランチ始めて3試合目とかなんですけど、これもね、まあ落ち着いて後ろに戻すっていうことをしました。はい、また抜きやるからの裏。いや、これね、僕ぶち切れてますね。めっちゃね、これ落とされたんですよ。そこから僕の PK です。外した。これ実は試合ラスト5分0対0で迎えた。めっちゃ緊張したんだよな。そしてこれ最後ね、僕が PK じゃね、コーナー蹴った側じゃなくてヘディングした側で折り返させたんですけど、センターフォワードのクロケット君が、外してしまいました。まあ、僕が PK を外しているんで、まあもう何とも言えないんですけど、本当に、なんだろうな。結構あの試合、まあ、後悔があるかっていうとそこまでなくて、結構ボランチで、サイドバックのカバーとかもやりながら、なんだろう、攻守にわたって、まあ、頑張っていたので、なんて言うんだろうな。最後の PK も、なんだろうな。まあ、取ったのはクロケット君だったんですけど、PK を。僕が、まあ、取りたいと、蹴りたいと。その日ね、ゲームキャプテンだったっていうのもあって、なんだろう、やっぱここは、俺が行かないと、と思ったんですよ。
だけど、ちょっとね、仕切りましたね。微妙にゴロのボールだったしね。次回蹴るんだったら絶対浮かしたいなってすごい思ってて。本当にね、悔しい試合だった。ある意味。まあ、負けてはないけど、なんだろうな。そのチームとしてすごく成長を見られたけど、そういった意味でもよりすごくね、悔しい試合でした。やっぱりその、自分たちがやりたいことをやれたっていう意味でも、やっぱ勝ちたかった。まあ、残りだけど2節あるので、それに向けてね、実はね、明日も試合なんですけど、やって、絶対に一部に上がりたいと思います。はい。本当にまあ、振り返りとしては、今回、さっき言った通り、まあ、後悔はありつつも、まあ、自分のやれることはやったなと。ただ、その上で、やっぱその自分がこれからね、その、まあ、成長していく上で、やっぱ何かしら、限界を突破しないといけない時が来るんですよね。限界突破。それに、たぎります。ん?それに限ります。たぎっちゃダメだわ。ということでね、まあ、サッカーも頑張っていきたいなと思います。ぜひね、サッカーの動画を見てね。イェーイ!イエス。では皆さん、また次の動画でお会いしましょう。バイ!